こちら神宮のファンを沸き立たせるアーチを見せたのはヤクルトの4番村上でした。しっかり捉えることができたとソフトバンクの開幕投手石川からオープン戦2試合連続となるホームラン。開幕へ向け若き主砲のバットが仕上がってきました。